バハカリフォルニア半島。バハカリフォルニア砂漠は、メキシコのバハカリフォルニア半島にある砂漠のエコリージョンである。このエコリージョンは、77,700平方キロメートルの面積を占めており、半島の西側のうちのほとんどを含む。砂漠の西は、太平洋、東は半島領と接しており、座標北緯27度44分、西形113度36分。 北緯七点七四度整形十三点六度、二十七七点四マイナス百十三点六を中心に広がっている。北端は北緯三十度であり、ここからバハカリフォルニア砂漠はカリフォルニア荒野森林へと移り変わる。半島内の南端はサンルカン乾燥地エコリージョンの中にある。北側にはシエラフアレスサンペドロマルチルパイウォーク森林があり、ここでは 純絶滅危惧種であるカリフォルニアファンパームを含む多くの樹木を見ることができる。気候は乾燥しており、亜熱帯に属しており、降水量は少ないが太平洋の影響で湿度は高く、半島の東側にあるソノラ砂漠と比べると穏やかである。バハカリフォルニア砂漠エコリージョンはバハカリフォルニア半島の西部にあり、メキシコの州であるバハカリフォルニアする州と、 バハカリフォルニア州の全域を占めている。標高は変化に富んでおり、中西部の山脈、中部の高原、海岸の砂丘の広大な海岸線など高低差がある。メキシコ、バハカリフォルニア州、カタビーニャ付近のサボテン。サボテンの一種のクリーピングデビル、和名、イルカの写真。エコリージョンは乾燥した低木によって、ほとんどが占められており、標高や、 土壌の条件によって種類が異なっている。また、このエコリージョンの固有種には、ブージャムツリーやクリーピングデビルなどの遺タバ植物が500種近く確認されている。ありがとうございます。